ゆかりんゆかりん大変や。こっちは、あかねさんが靴を脱がないせいで、家の中が大変ですよ。そんなことどうでもええから、この写真を見てくれ。何ですかこの写真。手紙と一緒に、この写真が、マザーレイズのポストに投函されてたんや。なるほど。それで、手紙の内容は、こいつを捕獲してほしいんやってさ。それじゃあ今回はこの鳥の捕獲に行くんですね。その通りや。さっさと捕獲して、焼き鳥パーティーするで。いや、食べたら捕獲の意味がないじゃん。それじゃあ早速スタートやで。通話機でやっていくで。これ他方面から怒られる案件ですよ、アカネさん。ユカリンのおバカ、おバカユカリン、うちのことは隊長と呼べ。隊長と呼ぶ意味は？そんなもん気分に決まっとるやん。さあ張り切って焼き鳥探すで。食べないでください。捕獲です。捕獲。焼き鳥出てこい。食べられると分かってて出てくるわけがないんだよな。うわー滝や、高いなあ。それより焼き鳥や、ほら DD 気張って探せ。いや、だから捕獲してくださいって。ついに見つけたで、会いたかったぜ焼き鳥。鳥さんは会いたくなかったでしょうね。ちゅうわけで、はいドン。ああ、鳥さんが。よっしゃ、あとはフルトンするだけや。ああ、かわいそうに。む、何やら、前方から敵が来とるようや。密漁者め、焼き鳥は渡さへんぞ。でこいボイッチョ、老体打ちバーン。お前はヘッドショットじゃ。よし、密漁者の魔の手から焼き鳥を救うことができたで。こっちもやってることは、そう大差ないんだよな。さあ、美味しい焼き鳥になるんやで。さようなら鳥さん。つうわけで次の任務行ってみよう。次は、みんな大好き捕虜回収のお時間や。喜べ。ああまた、捕虜が遊び道具に。そんじゃ、馬に乗ってパパッと移動しようか。ね、やりました、アカネ選手。最速アラート記録更新です。そんな記録嬉しくないわ。通過なんやねん今の。トラップやろトラップ。ああもう、無駄なところで時間食ったな。さっさと処理して目的地に向かうわ。つうわけで到着やで。何やら天候が悪くなってきましたね。こちらとしては不幸都合やな。相手からは視認されにくくなるし、この隙に偵察を終わらせようか。無能、無能はそこで寝とけ。無能、ちょい有能、邪魔やし二人とも寝とけ。ちょいと移動しまして、有能、からの回収、ほい、ほいっと。さて、あとはあいつやな。あの兵士は優秀だったので、ぜひとも回収したいですね。つうわけでこいつの出番や。さあ、AK、魔法少女パスちゃん2号。説明しよう。魔法少女パスちゃん2号とは、横に、長いタイプのポスターなのだ。まあた、それですか。それとはなんやそれとは。1号と2号は、全然ちゃうんやで。1号が可愛さなら、2号は、ちょいエロで勝負なんや。さあ、そこの兵士、こっちを向いて罠に引っかかれ。こっちを向いて、罠に。引っかかりませんね。距離が悪いんやな。ちょっとずつ近づいてみようか。さあ、こっちを向くんや。もしもしお兄さん。ほーら、パスちゃんやで。こっち向けや。あ。威嚇射撃やったのに。まさかこんなタイミングで眠るなんて。とりあえず回収や。最初に眠らした無能の回収。お前は焼き鳥の準備係に任命する。捕虜さんお待たせ。待った。そんな待ち合わせしてるみたいに言われても、今捕まったことだし、なんて言いませんよ。なんやつまらんな。はいじゃあ次行ってみよう。まだあるのか。最後も捕虜回収やぞ。喜べ。先生、もうお腹いっぱいです。さあそれでは偵察から行ってみようか。無能、国に帰れ。持ち帰り候補1号、2号、3号、なかなか優秀な奴が多いな。ほんま敵本部には感謝やで。回収するために配置してるわけじゃないのにな。まずは高台のおっちゃんお休み、後ろ向いてるお前もお休み、最後にお前もお休み、あとは、こそこそっと近づきまして、段ボールを守備表示でしょうか。ターンエンド。ゲームが違います。作っとるとこ一緒やし問題ないやろ。さあそこのお前ら、誰でもいいからこっちに気づくんや。お、持ち帰り候補2号が気づいたな。おいでーパスちゃんやで。うわぁ、めっちゃ嬉しそうだ。その笑顔100点や。どんだけ人気なんですか魔法少女パスちゃん。さあファンとの交流会の始まりや。パスちゃんが目の前に。夢じゃないよな。夢じゃないよ、こんにちは。やっぱ生だと声も可愛いな。あの、サインとかって。いいよ、一緒に写真も撮ろうね。やったありがとうございます。と、ここでネタバラシ。中から上半身が裸のおっさん出てきたら、その反応になりますわ。いい夢見るんやで。夢の中では本物に会えるといいですね。それではお持ち帰りや。それじゃあ、拠点内の兵士を無力化していくで。まずはでこいボイッチョ。後ろ向いたところをバーン。高台に登ったやつもバーン。さあお待たせしました。再び、パスちゃんの出番です。後ろの狐一歩欲しいです。よし、視認したな。こっち来るんや。なかなか来ませんね。車内最終手段や。外部スピーカーオン。そして起動。見てください。このガッツポーズ。そしてこの笑顔。唯一の欠点であった声もカバーした。もはやこれはパスちゃんそのものと言っても過言ではない。です。どう見ても段ボールです。でも兵士は騙されとるで。うわぁこれよく見たら段ボールじゃねえか。ち、
再生終わって気づいたか。それじゃあこそこそ脱出や。なぜバレない。なんだ空っぽか、弾の無駄だったぜ。後ろやおバカさん、そしてどっこいしょ。今まで見た中で一番アホだった気がする。からの回収や。そして動くのめんどくさいから。なんだこれは。ハイドラー、これは近くの敵兵士を手元まで引き寄せる騎士やで。無駄なところに美術力を使いよって。つってもまだ未強化やから目の前くらいまでしか届かないんやけどな。この距離やともう届かへんで。これ意味あるんですか。強化したら化けるんちゃうかな。はい、じゃあ残りをパパッと回収しまして、これで任務終了や。いやー、兵士もええやつ回収できたし、有意義な任務やったで。それじゃあ今回はここまでやで。ご視聴ありがとうございました。あ、そういえばあかねさん。なんやゆかりん、閉めた後に会話するのはマナー違反やで。それは申し訳ないですが、一応確認しておきたいことがありまして。なんや言うてみ。捕虜さんは回収しましたか。あ、